皆さんこんこにちは資料館館長山田ですえ今日は企画展少女が残した登戸研究所の記録についてえご案内をいたしますえ、まあ、少女が残した登戸研究所の記録っていうのはですねこの登戸研究所に勤めていた第2課に勤めていたタイピストだった方がですねその第2課の資料 文書資料ですよねタイピストとして作ったものを個人的に戦後も保管をされていましてそれが戦後40年以上経ってなんていうんでしょう公にされたということなんですね上戸研究所はご存知のように秘密の組織でしたので文書資料というのはほとんど残ってないんですねつまり公文書というのはもうほとんど残っていません その点で言いますとこのタイピストの方が残した1,000枚近い文書っていうのがですね非常に貴重な資料であるそこからのぼりと研究所の秘密というのがですねいろいろと見えてくるんですねで今日はですねその内容についてあるいはその当時の,のぼりと研究所についてですねご説明をしたいと思います はい、こちらがですね、雑書綴りというふうにありますけれども、これがあの登戸研究所第2課のタイピストだった関琴さん、えっと、戦後はですねあの、ご結婚されて小林琴さんになられるんですけども、これがあの現物です、え雑書綴り、約1000枚ぐらいのですね、当時、登戸研究所時代に作られた書類ですね。それがあの 綴られているものですあの昭和16年以降というふうにありますのでこの登戸研究所まさに戦時体制の中でどういう文書が作られていたのかという非常にあの興味深いものですあの右側にですねあの文鎮がありますけれどもこれはあの陸軍科学研究所がですね、えー、記念として作った ああ、ものなんですね。あの、関さんがお持ちだったものをお借りして、展示をしております。はい、えー、それでは、あの、内容に入っていきますけれども。まず第一章、少女と雑書つづりというところですね。で、この資料を、貴重な資料を残してくれた。 方はどういう方だったのかということなんですけれども、えーまあ、当時ですね、15歳、えーまあ、当時はですね、あの小学校の上に、まあ、高等小学校とてありまして、それを卒業して、この登戸研究所に就職をした方なんですね。えー、こ関琴さん こういうふうに言います。こちらがその写真ですけれども、左側のこの女性ですね。えー、まだなんか、このちょっと。あどけなさが残る。まあ。え、こんなに若い人が。 こんな秘密の研究所に勤めてたのっていう感じなんですけれども何、まあ、て言うんでしょうこの大体この地元のですね学校を卒業してこの登戸研究所に採用される方ってのは非常に多かったんですけれども1940年ですね昭和15年に15歳で関琴さんはこの第2課の庶務課に配属されました。 そして夜学ですね夜タイプ学校に通ってタイプの技術を学んでこの第二か専属のタイピストになったんですねでそこから1945年上戸研究所が閉鎖されるまでタイピストとしてこの関琴さんはずっと働いて多くの書類を作成されたということになりますそして ノリト研究所がです、ね、閉鎖された、まあ、直後なんですけれども、おまあ、残務処理があったんですけれども、このお自分が保管していた、まあ、これはあのお打ち間違いであったり、あるいは控えであったりですね、そういうあの、おまあ、実際、秘密度の高い書類というのは、もう現物しかなくて、それをもう上に渡せば残らないんですけれども、それ以外の書類ですよね。えー まあ原稿などもありますけれど、まあ、そういうものをつづったものを記念として持ち帰ったということなんですねあの当時のですね、まあ、関さんの一日ですね 夜学に通っていた時もありますので結構忙しいあるいはですね結構残業もあったということがこれからも分かります。 でえー、現在の方はです、ね、このタイピストというと英文タイプをこう連想されるかもしれませんけれども関さんが使っていたのはこのようなです、ね、和文タイプ、和文タイプというのは漢字、ひらがな、カタカナですねそれを探してたくさんのこう千何百字あるです、ね、活字から探して打っていくというそういう機械です。 あのそうですね、まあ、1980年代、あのワープロが普及して、えー、この和ンタイプっていうのは使われなくなりますけれども、それ以前はあの、まあ、結構多くの職場にこの和ンタイプというものがありました。なぜ、その字を探すという作業が結構大変なもので、えー、これ、まあ、自由に撃てるようになるにはですね、 かなりの熟練をししましたそして、まあ、現在のパソコンなどと違ってですね1文字間違えたらすぐに消せるというものではなくて1文字間違えて打っちゃったらですねもう最初からやり直しというですねそういうものなんですねですから、まあ、結構あの熟練しないと、まあ、自由に文章を打つっていうことはできないということですでこの先ほどあの雑書綴りがですねをを持って帰ったというお話しましたけれども 当然戦争中ではでではきないことです上戸研究所から何か書類を持ち出すなんていうのはですね絶対にできないことなんですけれども、まあ、敗戦後であったということと、まあ、それから強くこの関さんがこの自分の青春の記念としてですねこれを大切にとっておきたいということを希望したということと、まあ、門英さんですね守永さんと非常にこう親しい間柄で まあ信頼関係があったということなんですね。ですからまあ特別に持って帰ることが許されたということなんです。はい、それではあの次のパネルを見ていきましょう。こちらがですね、当時の関琴さん、この左側の女性ですね。まあスナップ写真です。あのまあいっぱいこのお花が咲いているところで撮っているんですけれど、あの。 まあお花が大変好きで、まあこういうあのスケッチもですね、この雑書綴りの中には残されています。えそれからこの練習用に打った文章ですね。えそういうものもこの雑書綴りには。 この雑書綴り、えーまあ、先ほど戦後40年以上たってこれが、まあ、あ公開されたとこういうことをお話ししたんですけれども。 1980年代の後半この川崎市で渡辺健二先生を中心にこの登戸研究所の調査活動というのが始まったんですねそしてこの調査が非常にこう進展したのが1989年、まあ、ちょうどあの昭和から平成に変わった年なんですけれども。 元勤務員の人たち例えで,、ね、で、その中に得られたアンケートの中に関さん、まあ、当時は小林さんですけれどものアンケートがありましてタイピストをしていて当時の資料を持っているということ、まあ、こういうこの回答があったんですね。でこれはあの当時 年にですねこの登戸研究所の調査をしているこちらの方がこういうあの市民運動としてこの登戸研究所の記録を残していこうというこういう活動があってでその中で この初めてこの雑書綴りというものがですねえまああの出てきたということなんですねですからあの非常に大切にこの小林さんが保管をされていたということとそれから登戸研究所の実態についてとにかくこう掘り下げていこうというですねこういう活動これがうまくこう組み合わさってですねこの貴重な資料が 私たちの目に触れるところに出てきたということなんです。であのそれに至ると言いましょうかあのいろいろとマスコミでですね戸研究所が取り上げられてきたということはあるんですね。NHK テレビでも放映されたことがあります1981年ですね。それから あの第3課の課長だった山本健三さんが1984年にこの本をお書きになっています。それからジャーナリストの斉藤重光さんが87年に「ドキュメント陸軍のぼりと研究所」というですね本これはあの,のぼりと研究所関係者に詳細に聞き取りをした本ですね。それから日本テレビでも同じく87年に このような番組も作られています提銀事件に使われた毒がです、ね、この上戸研究所の第2課で作られたものじゃないかっていう、まあ、こういうふうにあの疑われていましてこの87年というのは提銀事件で、まあ、捕まりました平沢貞光さんが。 亡くななった年なんですよねですから低減事件について非常にこう注目が集まったその年にこの上戸研究所についてのこういうマスコミの報道をあるいはテレビ番組もあったということなんです。でこの地域においてはですね88年から調査活動が始まりその89年にですねこの雑書綴りが見つかったと。 ですからこの80年代末にです、ね、この登戸研究所の調査活動というのはこの雑書綴りが見つかったことで非常に進展したその重要なです、ね、きっかけになったというか登戸研究所の実態解明にです、ね、非常に役立った資料がこの雑書綴りということになります。 この一番左のです、ね、資料が、これがあの渡辺先生たちが当時、川崎の教育委員会の協力を得て、えー、取ったアンケートなんですね、あのまあ、当時、行政もこういう,う、まあ、平和活動にです、ね、非常に協力的で、えーまあ、あの川崎は現在でもです、ね、非常にそういう分野では、 先進的なところなんですけれども当時こういうアンケートを教育委員会の名前で取るということを許してくれたんですねでここにあの実際関さんがその書かれたアンケートが残っています。 えそしてこちらがですね、あの隣の資料は、登戸研究所に勤めていた人は、軍人、軍属になるわけですけれどもあの、勤めていたということの証明がですね、えー、戦後できなかったんですね、ですから、年金の受給に非常にこの支障があったということなんですけど。 雑書つづりの中に、えー、確かにこの人がこの登戸研究のに勤めていましたよっていうことをですねその証明できる部分があったわけですよねその部分をその雑書つづりからこう、まあ、切り取って、えー、そ,のその方に渡して、えー、年金請求の証明書にしていたと、まあ、それくらいですね 実は、この登戸研究所に関する公文書というのは徹底的に処分されてしまっていてこれが非常に有力な証明となって登戸研究所に勤めていた方にも戦後、年金が出るようになったということなんですね。ですからそういう意味でもこの雑書綴りりというのはですね多くの人に役に立ったということが言えます。 こちらの資料はですね雑書つづりの内容を渡辺先生がこうメモしたものなんですね。えと言いますのはあの雑書つづりっていうのはですねあのまあ系統的にこう文書が並んでいるわけではなくてですね本当にこういろいろな文書がこう不規則に並んでいるんですね。ですからそのお何から何系統だって 内容を確認するっていうことがなかなか難しいので渡辺先生はどういう資料がそこにファイルされているのかっていうことをですねこのように詳細なメモを作って確認をしながらですねこの内容を分析していったということなんですですから本当にあの上りと研究所に関する調査研究のこのまさに原点を見るそういう資料になっています 次に第2章です、ね、雑書綴りの時代とのぼりと研究所の歴史ということで、えっと、まずあの,のぼりと研究所というのはです、ね、この今、明治大学の生田キャンパスのあるこの土地に1937年、昭和12年に最初にです、ね、実験施設ができたんですね。しかししかその前の前歴史がありまして この上戸研究所っていうのはもともとですね陸軍科学研究所これはあの新宿百人町にあったものなんですけれどもその中に1927年に秘密戦資材研究室というのができましたこれが上戸研究所の一番のルーツですねそしてまあそれが今お話ししましたように10年後にここに実験施設を作りさらに2年後1939年にですね えー、陸軍科学研究所のぼりと出張所という名前で,です、ね、組織が改編されるんです、でこれはもともと電波兵器の実験施設であったところにです、ねえー、秘密船のいろいろな兵器、資材を製造する、まあ、総合的なです、ね、研究施設になった、これが1939年のことなんですね。 あのまあ、陸軍の秘密戦関係の兵器、資材を研究、開発、製造するというのはこのリト研究所があ一点に引き受けてやっていることなんです。で39年にもともとの電波兵器のところが第一課になりまして、えー、毒物、薬物、生物兵器関係スパイ用品が第二課。 そして偽札偽パスポートなどが第三課というふうにですね組織が拡充されました。で その組織拡充の翌年1940年に関琴さんはこの登戸研究所に勤め始めたわけですよね。でまだ当時は太平洋戦争が始まる前なんですけれども、まあ、すぐに太平洋戦争に突入します。ですから研究所も 1940年にできた陸軍中野学校とですね、えー、まあ連動してつまり秘密戦のものづくりは登戸研究所人づくりは中野学校というこういう分担があったわけですけれど、まあ、戦争中、まあ、フル稼働するということになります。でもともとですね陸軍科学研究所からこう発展した組織ですから。 その基礎研究っていうところにかなり力を置いていたんですけれども,もう戦争が始まりますと、まあ、そういうわけにもいかず非常にこう具体的にどういう兵器を作るのかということの研究にだんだんこう重点が移っていくんですね。特に関さんがいいいたた第2課というのはこのののはは活活動動あるいは謀略活動のそのための 兵器資材を開発するということで、非常に重視され、またあの毒物研究などもですね。行われたまあ、そういう場所であったということですね。まあ,あの、その辺りのこう時代背景と上りと研究所の役割がまあ、だんだんこの実践的なものになっていくということが、あこの雑誌つ綴りの中からもですね。読み取れるというところです。 えっと次にです、ね、この登戸研究所を含めて陸軍の研究施設にはです、ね、その技術将校の人たちがたくさんいたんですけれどももともと陸軍において将校というのは陸軍士官学校を出た軍人なわけですよね。 えー、ところがですねそれだけでは人員が不足しますので1941年昭和16年ですねもともと文官として陸軍に採用されていた人を特例として武官にするという、まあ、こういう制度ができました。普通あの士官学校を出た人はあの例えば歩兵将尉とか歩兵将尉とかですねそういうこのお 兵士を関して将校の,の階級が表されるわけですけれどもこの新しい制度によってそういう士官学校を出ていない技術者たちが実際に将校になれるということになりましたで当時はですね「兵器将校兵器技術」ですね「兵器将校」というふうに言っておりまして例えば「兵器少位」とか。 兵義大佐とかっていうですね、こういう言い方をしてたんです。で、後にこの名称はあの海軍と統一することになりまして、1944年以降ですね、その兵義将校は技術将校ですから技術少佐とか、まあそういう言い方になりました。あの第二課の課長であった山田桜は技術大佐、それから第二課の 総括班長であった坂東茂さんは技術少佐であったんですね、まあ、こういう制度があったと、まあ、こういう人たちがのぼりと研究所を支えていたということなんです。そしてさっき少しお話ししましたようにのぼりと研究所、まあ、正式名称はですね随分変遷しています。もともと陸科学研究所の 秘密戦材研究室であったわけですけれど1937年に陸軍科学研究所のぼりと実験場という名前になり39年にはのぼりと出張所という名前になり1941年にはこれは陸軍の組織改編がありまして陸軍技術本部第9研究所という名前になります。そしてアアジア太平洋戦争 勃発以後なんですけども1942年には「大急陸軍技術研究所」というですねこれが登戸のの研究所の最終的な正式名称です。で登戸研究所っていう名前はこれはまあ通称といいましょうが秘匿名称であの正式の名前ではないとしかし部内ではそういう名前で呼ばれていたということなんですね。 まあそういうふうにあの組織改変などの結果ですね。ノボリト研究所の名称をそれから分担することっていうのもですね、どんどんこう多岐になっていくということです。次は第三章雑書綴りが伝える第二課の研究と様子というところに入ります。 えっと、雑書綴りにはです、ね、どういう書類が綴られているのかということなんですけれどもあの秘密指定のない文書が多いんですね全体で165点約1 0 0ページに及びますで書類の種類はです、ね、大きく分けて3つに分かれています研究に関するもの それから事務関係書類第2課の様子を示すものです、ね、それからまあその他ということで、まあ、いずれも上戸、ね、のの研究所の実態を知る上では非常に貴重なものです。 しかし、雑書綴りに綴られていない書類もあるんですね。実際に関さんが打ったけれども綴られてない。それはま非常にその秘密度の高い書類です。実際、その秘密度の高い文章をタイプする場合には、そのま証拠を立ち合いのもとに打ってで。間違えたとしてもですね。それは取っておくことはできなくてえ。焼却箱。 にこ入れるとということなんですねそして、えーまあ、間違いなくう打てたとすればその将校がそれを持っていくということでこれはあの雑書つづりにはつづられることはありませんでしたですからその非常に秘密度の高い、えー、その文書というのはこの雑書つづりに,にはないんですけれどもしかし、まあ、今日から見るとですね、えーそのお 当時秘密度がそれほど高くないというふうに評価された文書の中にも、非常に興味深いものがたくさんあります。ノボリト研究所の実態を解明する上にはですね、その欠かすことができない資料というのがいくつもあるんですね。あとあのまあ、打ち間違いの部分とかっていうのも。 あるんですさっきも言いましたようにあの和文タイプっていうのは1回打っちゃうともう修正できないですねですから、まあ、間違いがあればまた最初からやり直しということで雑書つづりの中にもその、まあ、字を間違えたためにやり直しになってその間違えた方が綴られてるっていうそういうものがあります。はいえー、それではではすね具体的ににこの雑書綴 どういうことが書かれているのかということを見ていきましょう。えっと、まずあのこちらにですね第2課のこう役割分担表があります。書務班から第1班から第7班まであるんですね。いろんなことをやっています。 えーまあ、こういうさまざまなことをやっているものですからこの雑書つづりに書かれていることも非常に多岐に及ぶんですけれども非常に特徴的なのはその毒物、それから枯葉剤用の資材ということですね、で特にどういう毒物を入手したのかあるいは購入したのかという記録があのこの雑書つづりにはたくさん出てきます。 例えばです、ね、コルヒチンこれはあのイヌサフラン科のです、ね、植物から取り出す非常に強い毒物でしてこのイヌサフランというのはあの現在でもよくあの行者ニンニクと間違えてそれを口にしてしまって中毒がよく起きるそういう植物なんですけども。 あのそのコルヒチンを含んだイヌサフランカの植物を登戸研究所が入手したっていう記録がです、ね、この雑書つづりにもお見られます。 それから動物の毒ですね、あの毒蛇とかフグとかですねそういう動物系の毒も入手しておりまして台湾からですアマガサヘビの毒を送ってもらったその令状というのがですねこの雑書綴りの中に含まれています。 それから毒物だけではなくてこれはあの一種の生物兵器ですけれどもニカメイチュウの幼虫を購入したリストがです、ね、残っているんですねニカメイチュウというのはあのイネとかトウモロコシとかそういうのを食い荒らす害虫なんですけれどもそういうものも兵器として、えー 相手国の食料生産に打撃を与えるっていうことで、えーまあ、ここではです、ね、研究してたんですね実際にこれあの撒いた実際に撒いて実験するというようなこともありましたでそのニカメイガの幼虫をどれだけ購入したっていう記録がです、ね、この雑誌つづりにもあります えそれからあの上り研究所はですねこう大規模に使う毒ガスというのではなくてまあどちらかというと個人防略用の化学兵器の研究というのをやってたんですね、えー、生産ガスとかホスゲンホスゲンってのは窒息性の毒ガスなんですけれどもまあそういうものをですねあの扱うので、えー、その そういうものを扱う人には特別に手当が支給されるんですね。で、そういうことを表すような書類もこの雑書通信の中に収められていました。 化学兵器の研究をこの登戸研究所でもやっていたんですけれども、まあ、研究すると当然これは毒ガスですから事故も起きますで実際に事故が起きたということをですね示す資料もこの雑誌づりの中にありますあのここではですねその登戸研究所の行員が毒物合成中に機関紙を 犯されあるいはですねこの正確にはどういう毒物なのかあるいは薬品なのかっていうのが分かりにくいんですけれどもこれは一組名称で書かれてます「ホニゴー」っていう名前で出てくるんですけれどもこれはあの 犬迷い剤、犬の嗅覚を麻痺させるようなそういう薬であったというふうにう推定されているんですけれどもこういうような薬物の開発途上でこの事故といいましょうかこの怪我をする人が出たということがこの雑誌りの記録からも分かります。 実際、非常にあの強力な生産とか補助源なんかも扱ってますので、えー、まあそういう時にこに事故が起きた時にどういうふうに対応するかっていうようなことをですね、えー、このおまあ書類の中からもですね見て取ることができるんですね救急治療に対する要望の件というような文書も残されています。でこちらはですね この雑書通りから分かりますどんな毒物をこののぼりと研究所で扱っていたのかということで非常にあの多岐にわたるまさにこの吸い込む毒ガス系とそれから液体とか固体でこう触れることでその負傷させるようなものとかあるいは飲んで。 相手を倒すようなそういう毒物あるいは麻酔、えー、催眠薬こういったようなものをですね非常に多岐にわたるう化学兵器、えーまあ、あるいは毒物といったものがですねこの,のぼりと研究所で研究開発されていたということがですねこの雑書通りの記述の中から読み解くことができます。 この上戸研究所からいろいろなこの秘密戦に関する兵器がどういうところに送られていたのかということを示す書類もこの雑書綴りの中に示されています特にです、ね、関係が深いのは関東軍ですねで関東軍にはその情報収集のための特務機関がありまたですね えー、そういう謀略活動をやるようなその特設憲兵隊というようなものもありまして、まあ、そういうところにこのいろいろなその物資を上戸、ね、研究所は供給していたわけですね。でこちらのです、ね、雑書綴りの中にある資料はですね満州第86部隊というこれは新疆特設憲兵隊というですね えと憲兵隊の中でも、まあ、とりわけ諜報・謀、え、略、ー、活動を行う、まあ、そういう特殊な部隊です。であのここで示されているのはですねあの、まあ、憲兵っていうのはその軍隊の中の警察でもありますので、えーまあ、鑑識の仕事みたいなこともやるんです。 です,よね、ですからこの指紋の検出とかです、ね、あるいはその無線を探査するとかそういうようなことも含めてやってますでこれはの裏表ありまして要するにそういうものを使って暴力活動をやるっていう場合もありますし相手方のスパイ諜報員をあぶり出すというようなこういう仕事にいろいろな兵器資材を使うということで。 えっとこの雑書綴りからもですね、まあ、どういう活動をしていたまあもちろん具体的には分かりませんけれどもその概要というのが分かりますあるいはあの関東軍にですねどういう 物を供給したのかというようなこれはかなり具体的な赤外線フィルムとかですねそういうものを供給したりあるいはやり取りしたっていうようなことはですねこの雑誌通信の中から読み取れるんですね。 であの、ま、憲兵っていうのはあのミリタリーポリスでもあるんですけれども、暴力活動の中心を担っているということもありまして、憲兵学校においては、ですねそういう関係の教育もやっています、う法医学に関するような、ですねそういうテキストも残されていますし、まあ、秘密戦関係。 これはあの常設展示にもありますけれども秘密戦関係のテキストっていうのもですね憲兵学校でこう教えられてたというまあそういうい証拠物件もありますはいえーこれは今あの少しお話ししました憲兵学校のテキストあるいはまあ実際あの憲兵の人がですね使っていた辞書とかですねそういうものなんですけれどもあの特にあの真ん中の テキストに注目していただきますと、まあ、法医学捜査法綴りというふうになっています、あの憲兵は実際にその軍隊の中の警察ですから、あのまあ、現在の警察の監視に当たるような仕事っていうのもやるわけですよね、指紋を検出するとかですね、あるいは、まあ、毒殺事件なんかですと、毒物の検出とか、まあ、そういうこともやります。でそういうい具体的な捜査法 で実際にその憲兵はスパイ活動もやりますので、まあ、そういうものを利用して、えー、その逆に指紋を残さないでとか足跡を残さないで活動するとかですねあるいは毒殺するときにどういう手段を取るのかとか、まあ、こういうことがですねまさにこのおかなり法医学的な部分をの知識を持ちながら、まあ、それを おお、報活動に利用していくっていうですね。ま両面あるわけですね。ま、そういうことがま。これはあの資料館の所蔵資料ですけれども、そういうことがこのこれらのものからわかります。雑書綴りの中に残されている文書からまいろんなことが読み取れるわけです。けれど、先ほどあのご説明しました。関東軍 にいろいろなものを送っていた、あるいはやり取りがあったということは、まあこちらに展示されているものからも読み取れます。やはりあのスパイ活動の中心はまあ関東軍であったということがありまして、やっぱり一番やり取りが多いんですね。ですから残されている資料も比較的多いです。 ししかしそれだけではなくて例えばこちらですね中島貿易給水部これは1644部隊というですね、これは上戸研究所が1941年と43年に人体実験をやった、まあ、そういうところなんですけれどもそことのやり取りを示す文書というのもこの雑誌つづりにあります。 またあの南方の部隊ですねとの関係を示すうそういう資料というのもですね残されております。まあ、あの送ったあ木箱がとい,い,いうです、ね、そういう問い合わせがあったりとかですね、まあ、そういうようなことがありまして、えー、まあ当に太平洋戦争中になりますとおいろいろな場所に この秘密戦関係の物資を送らなければいけないということで関東軍だけじゃなくてですね中国そして南方の部隊との関係を示すそういう資料がたくさんこの雑誌通信の中にも出てきます。 太平洋戦争中になりますと特にこう南方戦線というのはあの日本軍がそれまでに経験したことがないことがいっぱい起きるんですねですから、登戸研究所に対する軍側のいろいろな要請というのも非常に多岐に及びあるいはこれは登戸研究所の仕事じゃないんじゃないかっていう,ふうに思えるようなことまでいろいろと持ち込まれてきます。 えっとこちらからですね南方用の兵器資材の研究ということなんですけれども雑誌みの中にも携帯用保存食ですねえその肉を干したものとかですねそういうようなものの研究あるいはこのマラリア対策ですねでこれは日本軍も大変苦しめられましたので登戸研究所に対してえそのマラリア対策のまあいろんな要求が あ,あ、こう、まあ、なんていうんでしょうね。こう。お、喫緊の課題として与えられるということです。マラリアの特効薬であるキニーネの合成と。いうようなこともですね。この資料の中に出てまいります。まあ、ですから、そういう意味ではですね。この、まあ、戦争以前には。 やってみてみ初めてこう分かるということもたくさんありまして登戸研究所の仕事っていうのはです、ね、非常にこう多岐にわたるようになったということがこの雑書綴りの資料からもです、ね、分かります。 登戸、えー、研究所に対するですねこう軍からの要望というのは非常にこう多岐に及んでくるわけですけれども、えっと、こちらはですねやはり携帯、えー、まあいろんなの特殊なですね糧食、食料をこういうものを作れというようなですね要求がたくさん出てきます。あの例えばですね 航空領食特に飛行機に乗る人は非常に消耗も激しいので特に栄養価の高いものを勘弁に取れるようにというようなですねこういう要望のもとにそういうことを研究するということになりますね。 まあこれは本来、りと研究所の仕事からは外れる仕事だとは思うんですけれどもまあこういうことも要求されたということですね海水から塩分を除くまあそういう資材を作りなさいというですねそういうようなその要望も来ていますしそれから、これはのぼりと研究所がもともとやっていたことですけれども軍用犬 ですね、軍犬をこういかに迷わせるかとかですねそういうようなあの研究うさっきあの、事故が起きたホニゴーという薬剤もありましたけれどもおやはりあのスパイがどこかに潜入して一番困るのは犬に吠えられたり追跡されたり。 することなんですよねですから犬のき嗅覚を麻痺させるとか、まあ、そういうような研究というのは非常にあの重要なものとして位置づけられていましたそれからその夜間ですねこう当然視力が落ちますので、えー、それを補強するような薬ができないかというような要求もですね、えー、こう文書の中には見えます。 ですからあの本当にこう雑多なと言いましょうか、まあ、現場からです、ね、こういうものが欲しいこういうことをし,してくれというこういう要求がどんどん出てきて、まあ、それが登戸研究所にもいろいろ寄せられていたということがこの雑書通信の中からもです、ね、分かってくるとお、まあ、そこからどういうその活動を日本,日本軍がやっていたのかということもです、ね、逆にこう 見えてくるというですね非常にあの森戸研究所第2課というのはそのまさにこうスパイ活動に使うさまざまな兵器や資材を研究する、開発する、製造するというのが中心的な任務でしたのでこの写真関係の書類というのも結構あるんですよね。 で当然その写真関係の企業ここではあの富士写真フィルム研究所っていうところに宛てた書類がつづられていたりしますしそれからそのもうカメラですねこれはあの当時よく使われたライカというです、ね、カメラですけどもそういうことについての資料というのが この中にも結構つづられていて、やはりあの諜報活動にですね。いかにそういうものがこう。重要視されたのかということがわかります。 また、登戸研究所ではです、ね、一家を中心にこう風船爆弾の研究開発をやっていたわけですけれども第二家はそのもともとはです、ね、その風船爆弾に搭載する生物兵器を担当してたんですねですからこの風船爆弾関係の資料というのも、まあ、多くはありませんけれども綴られております。あの 風船爆弾とおぼしきその軌跡がですね分かるようなそのデータというのもこの雑誌つりには中に入っているんですよね。まあ、それからあの雑誌つりにはですねあの生物兵器関係ですねその牛液ウイルスなんかを 風船爆弾に積んでアメリカに打ち込もうなんていうことも当初考えていたのでその関係関係者が関わったですねそういう文書というのも綴られています。 あの雑書つづりを見ますと、まあ、多くの書類に、まあ、責任者の名前がこう書かれているわけですねで、まあ、今回私たちこの雑書つづりを分析したところですね、まあ、従来ほとんど分かっていなかったことをこの雑書つづりの中から読み取ることもできましたそれはあの第2課のですね えー、第二課だけではなくてこのお歴代の,このお各課のお課長ですね責任者が一体いったい、つからいつ頃までこうお在籍していたのかということでとりわけですね第二課というのはあのよく分かってなかったところがあるんです。えっと、初代の 第2課長というのはこの渡辺府翔という平義中佐がやっていたということが、ね、この雑書つづりの文書の中からです、ね、はっきりと分かりましたで第2代の課長が旗尾中佐そして第3代が山田さくら。 平義大佐とおいうことで、まあ今までその羽田氏と山田氏についてはあの分かってたんですけども、この渡辺平義中佐という人の存在というのがですね、この雑書綴りの分析からまあ今回明らかになったということですね。まあこれはあのまあバンさんの本にも出てこないことなので非常にあの重要な。 発見だというふうに思われます。 第2課はです、ねこのまあ、スパイ用品もそうなんですけど毒物、薬物うそういうようなものを扱いますのでやはりその化学に詳しい、まあ、そういう人がです、ね、課長になることがまあ望まれていたんですねでこの第2課の第3代目の課長というのがこの山田さくらという人で。 でこの人はですねあの、他の研究所、これはあの八県というですね。そういう,こうところにもいた人で、四十三年からですね。この上戸研究所の第二課の課長になりました。でまあ、もともと、化学兵器・毒ガスの専門家、あるいはその。 防毒マスクですね、そういったものを研究していた人なので、この登戸研究所の第二課長としてはですね、まあ、非常にあのうってつけの人物であったということが言えます、まあ、こちらの方にほ、ね、その山田咲楽がこの第二課長になるまでの流れがこの説明されています。でこの人もその 技師からですねつまり文官からその技術将校になった、まあ、そういう人ですであの、まあ、非常に何、まあ、て言うんでしょうかこう細かいところまでうるさい人物だったようでこの雑書つづりにもですね勤務中に散髪に行くなっていうような、まあ、そういうその課長の訓示というんでしょうか注意文書がですね 残っています。 ここにはです、ね、あの陸軍のおいろんな研究所全部で、えー、10のお研究所があったんですけれども非常に密接に関係しているのは6、7、8、9ですね、えー、第6陸軍技術研究所これはの化学兵器、毒ガスですそれからあ第7あ陸軍技術研究所は物理兵器第8はそのおいろんなし材料ですね の研究第9が秘密戦ということで、まあ、先ほどあの山田桜は第,第8にもいたことがあるということをご説明しましたけれどこの6から9までの研究所はです、ね、非常にあの密接にこう関わっていて実際、人事がです、ね、その4つの研究所の中でこう動いているということがあります。 これがノボリト研究所のバッジですね。このノの,の字のマークなんですけど、六件独ガスはこの六をこうデザインしたバッジになってます。ですからまあそれぞれまあ特色もあるんですけれども、ノボリト研究所はですね、こういった他の研究所ともまあ密接に人事交流あるいは研究の交流をしながら研究をしていたということがわかります。 はいえー、とこちらのです、ね、展示ケースの中にありますのはこの奥がこの山田桜の著書です科学兵器というです、ね、著書でありまして1935年に、えーま、初版が出ていますですからこの山田桜という人は化、ね、学兵器それから、まあ、防毒マスクとかです、ね、そういうものを専門にしていた人だとこういうことが分かります。それから手前はです、ね まあやはりあの薬品なんかをこう管理するために三十戸棚というんですかね、非常にあのおいくつも鍵をかけて、いろんなこう出し入れがこう制限されている、そういう戸棚があるわけですけど、そのお鍵ですね。それがあのこれはあのさん さんがお持ちになってたものですけれどもそ現在この資料館に寄贈していただいてここに展示をしています。雑書つづりにはですね非常にあの興味深い資料もファイルされていまして1943年当時この第2課の中で化学専門の人を課長に すべきだというですね。こういう意見がその各班から出ていたということがこの記録されています。でそれまで、えー、第二課長だった畑尾さんという人はあのまあ奇の軍人で、えー、公平出身の人なんですね。ですからまどっちかというとその物理の方は得意だったと思われますけれども、やはりあの毒物とか。 生物兵器とかっていうことになりますともっと化学に強い人が課長になるべきだと、まあ、それから畑尾さんはその製造部門の第四課の課長も兼ねていたというようなことがありましてえ0人の第二課長が望まれるようになったということなんですね。 この第二課長に就任したとですからこの部内の状況となぜこの山田さくらがこの第二課長になったのかっていうこの辺りの流れが分かるそういう資料ですね。 それからあの、まあ、実験室における規律の確立についてなんていうことで、まあ、先ほどあのかなり細かい人だったというような、まあ、証言もあるんですけれどもまあなんて言うんでしょうボりト研究所、まあ、主にこの武漢じゃなくて文漢出身の人が多いので、まあ、軍隊の研究所としては割とこう緩やかな。 そういう研究所だったようなんですけれども山田さくらはそれをちょっと引き締めを図るというようなところがありましたそれから「施錠してなかったぞ」とかですねそういうようなことのですね調査報告なんんていうのもあるんですよねですからそういうことではこの山田さくらがこの課長になって まあ専門家が課長になったということもあるんですけどまあこう書院の人にとってはちょっとんて言うんでしょう厳しい細かい人がやってきたっていうまあそんなふうに捉えられたのかもしれません。 1989年に、まあ、公開された雑書つづりその内容を含めてです、ね、ずっと見てきたわけですけれども、まあ、当時、非常に年若いです、ね、タイピストの方が残していたその資料というのは、まあ、読めば読むほどです、ね、非常にあの重要なものであるということが分かりました。まあ、これまでもです、ね あの渡辺先生たちの研究によって雑誌綴りの内容というのはその、まあ、本などにも紹介されてきたわけですけれども、まあ、今回改めてです、ね、当時の時代背景なども含めてその展示をすることができたというのはこの登戸研究所についての研究という点ではですね、まあ、新しい何、まあ、て言いましょうかその地平を。 切り開くことができたんじゃないかといいう,うに思いますで、やはりあのこういう文書資料の重要性、まあ、公文書がやはり徹底的にこの処分されてしまったという中で残された資料から私たちが何を読み取るかっていうことですよねで読み取るためにはやはりかなりの準備研究がやはり必要になってきます。でですすかかららまだこれからもですね この約1000枚に及ぶ雑書つづりからまた新しいことが分かってくるというようなこともですねあるのではないかというふうに思いますで雑書つづりの,あの複製ですねコピーした全ページコピーしたものは第3展示室に誰でもあのご覧になれるように展示をしていますのであの関心のある方はですねめくっていただけるといいかと思います で今回の,です、ね、あの企画展に際しましてはその雑誌つりを現在保管されています小林さんをはじめとして、えーまあ、多くの方にです、ね、ご協力をいただきました、えーまあ、最後になりましたけれども改めてお礼を申し上げたいと思いますどうもありがとうございましたそれではです、ねあのまあ、これで、えー、この企画展 ですね。ずっとあのご案内をさせていただきましたけれども、これで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。